うわー、うわー、暑く。撮ってますからね。いや。なんかこう、膝の周りとかも張ってますよね。すげえ。すげえ。うわー。あ、大丈夫。右に行ってますね、足。で、なんかもう、この状態で右足がつりそうな感じ。つりそうですか？伸ばしてることがつらいですか？なんか、こう、はい、こうがつるっていうか。ちょっと一旦上げます。はい、置いてみてください。その方が楽ですか？あ、なんか楽だよ。あ、じゃあこれで。はい。多分、超急いできたから、なんか、あ、なってますか？でも結構右足なんか、こういう状態でつるときが、たまにあるんですよ。はい、歪みが出てますよね。なんか触られてたら分かります。うん、なんか肩は、もう、腰もそうです、ね、はい、足ももう見るからにって感じで歪みがまあ結構出ちゃってますよね。とりあえずまずチェックですね。はい、どっちが痛いですかね。右の方が痛い。右の方が痛い。はい、そうですね。ですね。これはどうですか。なんですかね。右の方が痛いような気がしますね。はい、さっきでも左肩の方が気になるって言ってますよね。血行がめちゃめちゃ悪い。あ、感じがするんですね。はい、押していたいのは右なんですね。はい。ふくらはぎも見ますね。ああ、なんか右が今キュンときましたね。右がキュキュッとしますか。はい。ああ、でも左も痛いです。左も痛い。ふくらはぎはちょっとどちらもって感じですかね。そうですね。はい。まあ、ちょっと足首凝ってますね。ああ。うん。
ですかね。あ、痛くなくなった。はい、おお、うん。あ、本当だ、全然違う。首は楽になってますかね。楽な、あ、不思議。毎回不思議。全然触ってないのに毎回不思議。なんだろう。なんでだろう。すげえ。背中がね、痛いですね、これね。まあ、特選いただきますね。はい、会社になっちゃったんで。あ、そうなんですね。そこで契約してる人も一旦だから全部はい、っていうか契約は終了、強制終了。ああ、そうなんですね。別のところでやられるっていうのはないですか。もうこれを機会にだからもう、うん、こういうマッサージの方に集中しろっていうことかな。うんうんうん、あ、考えていらっしゃったことでしたしね、どうしようかなみたいなことは。そうです。あとは趣味でやってて、あのね、時間ができればいくらでもまたできますからね。まあそうですね。そうです。こう、肩甲骨効きますな。痛そうですね。ゴリゴリしてますね。うわ、あ、でもこれ久しぶりですね。うん、あ、うわ、くわ、効く。立ってますからね。なんかこう膝の周りとかも立ってますよね。すげえ。うわ。すごい。右痛いですね。痛いですかね。ああ、なんか踏まれてるブドウの気持ちが少しわかる。ワインのワイン作り。私あれ初めて見た時衝撃でした。飲み物なのにみたいな。すごい素足だしみたいな。外だしみたいな。そうそうそう、本当なんか虫とか入るんじゃないかなみたいな感じで見てましたけど。あれなんかでも一説には足だからいいみたいな、なんかその足の筋とかもあの発酵に関わるみたいな聞いたことあるんですけど、おばあちゃんの握り飯みたいな、はい、ちょ、なんですか、なんですか、手の汗がいい味になるみたいな、なんかいい味だよねみたいな。今時ちょっとね、ありえないですけど、ね、そうですね。ワインは OK なんですかね。ワインはでも、もう未だにもそれが伝統のっていう感じですもんね。おにぎりよくやっぱりなんか手袋してるじゃないですか。はい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 。下手すると寿司でもね、みんな手袋しちゃってる。そうですね、しますね。やっぱりね、食中毒怖いですからね。まあね、まあ、でも手からのものでってあんまなさそうですけどね。まあ結
結局はね、そんな危険な汚いものってそこまで日常にない。うん、やっぱ何かあったらね。まあね、まあ、見た目の方イメージですよね、多分。汚く見えたらダメみたいな。でもそのビニールが綺麗かどうかも怪しいっちゃ怪しいですけどね、言ったらね。そのうちマッサージも手袋してやらされる時も来るかもしれない。ああ、でも足とかもそういう風にされてる店ありますよね。あ、うん、